あそこも、あ、ちょっと高いのもね。高い。じゃあ、これ。どちらに来られたんですか。今まではみなし仮説で子供が小学校入って、ね、子供や勉強させたいなって言うんで、うん、本当によかったね。伸び伸びが出て今まで厳しい状況からですね、一歩ずつここに向けて通常の元の生活に向けてですね、歩みが始まっているなということを感じることができました。いや頑張っていきますよ。私の地元の山口長門市もね、韓国いっぱい食べてるんで、私は韓国うるさいんで、韓国美味しいですよ。ありがとうございます。ほら、出てきた。親身になって相談できるような体制、いろいろ寄り添うことのできる体制が必要でしょうし、介護、医療、あるいは行政、一体となってですね、支援をしていけるような、こういうモデルを作っていきたいと思います。